どうも立花亮です。今回もファイヤーエンブレム紋章の謎やっていきたいと思います。第2部9章魔道の聖域って感じですね、でここにねヨーデル司祭の指輪をねこの人が持っていて、この両側を固めてんのがウォームの書なんだよな。ここがねいやらしいですよね。ここをねなんかどうにかして突破していきたいですね。攻撃が11っていうことで、まあ一応マチスがねがっつりガッて前に進めば魔法6あるからっていうところではあるけどね。あとまあドラゴンナイトとこの魔導士がいっぱいいるということで、あとこの右下かシーフの杖っていうのがねどういうものなのかあんまりよく分かってないんですけれども、説明書を見るのもまあちょっと寝起きでめんどくさいんで、まあ奪って確かめりゃいいだろうというところですね。あとね、例によってこの右下に宝箱が2つあるところですよね。で魔導士が結構いっぱいいるんで、今回の出撃メンバーはこんな感じです。リンダとユベロは一応外していて、そうね、でジュリアンが右下で、マルスがまあ右上行ければいいのかなっていう感じですね。砂漠なので、前もそうだったけどこの左下ここら辺に現れると思うんだよね。あれでもなんかこれ前のマップよりも下が狭くないか、上がちょっと広くなってんだ。ん？あ、そんなこともないか。あ、でもなんか下が狭い。下狭いな。あ、前もっとだってもっと下行けたもんな。海の方まで。ちょっと狭くなってんのか。でもまあ左下に現れるとは思うので。で砂漠なんで移動が制限されると思うから、この下までマルスが行って上に行くみたいなことやるとかなり時間がかかると思うんだよな。なので、ジュリアン右下、マルス上で。ドラゴンナイトが結構いるんで、それを釣りながらっていうところかな。で、やっぱフィーナはね、再行動できるっていうのは強すぎると思うので、これは入れてますね。そんな感じで、進撃開始。ん？誰？あ、ミネルヴァよ。この村で待っていれば、多分、マルスに会える。多分って何？お、なんかお前が多分って言うとなんか面白いな。あの小僧、好きにはなれぬが、確かに英雄の器、奴に力を貸してやれ。兄上はこれからどうするのだ？できれば一緒に。そのつもりはない。俺はただマリアを探し出し、マケドニアに連れて帰りたいだけだ。兄上は変わったな。いや、元に戻ったと言うべきか。やはりあの時の兄上はガーネフの暗黒魔法に操られていたのだろう。いや、そうではない。あの傲慢なアカネイアを滅ぼし、我がマケドニアが世界の覇者タランゴトを望んだのは俺自身だ。まずドルーアと同盟してアカネイアを滅ぼし、その後グルニアのカミューと手を組んでドルーアを潰すつもりだった。ところが親父は俺の話に耳を傾けようとせず、ついには俺を疎んじて追放しようとまでした。だから父上を手にかけたというのか。愚かな。それがガーネフ氏の仕掛けた罠だとは気がつかなかった。お前、父上は確かに兄上に対して厳しかった。だがそれは兄上を愛していたがゆえなのだ。なぜそれが分からぬ。パシン。もういいだろミネルヴァ、俺とてバカではない。バカだろ。あの時お前の槍を胸に受けて俺は生死の狭間をさまよった。気がついた時俺の前には涙をいっぱいに浮かべて神に祈りを捧げるマリアの姿があった。マリア、そんなことをしている暇があったのか。密かに助け出し、必死で解放して疲れ果てたマリアの、涙に濡れた顔があった。俺は神など信じぬが、あの時ばかりはあいつの姿が天使に見えた。エンジェル。あれほどの仕打ちを受けながら、マリアは俺のために涙を流してくれたのだ。まあなあ、お兄ちゃんだしね。俺はマリアを救わねばならん。それが俺の攻めたもの、罪滅ぼしだ。ミシェル、バサ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 。ジェイガン、みんな無事だったようだね。本当によかった。しかし王子、これからどうされますか。うん、アリティアに帰りたいけど、ハーディンを倒せないとしたらそれも無理だ。一体どうすればいいのだろう。待ってください、今何か新しい知らせが。なんだと。王子、大変です。カダインの魔導軍が我らに対して攻撃を加えてきました。どうやらカダインは帝国と手を組んだようです。え、カダインまで我々に敵対するといいのか。マリクは一体。王子、こうなれば仕方ありません。
多少の犠牲は覚悟して神殿に突入しましょう。グズグズしていると背後からアカネイアの追撃部隊が現れ、身動きが取れなくなりますぞ。分かった、やむを得ない。全軍カダイン神殿に突入せよ。ただし無用な争いはできるだけ避けるのだ。またそういうこと言うの？無用な争いって何なんだよ。無理だろ。制圧する場所ここだぞ。無用な争いとは、無用な争いとは何？あー、まあそういうことか。あれだろ、これあんまり悠長に戦ってる、まあ、だからグズグズしてると追撃部隊が来るから早く行けよっていうことを言いたいわけ、言いたいわけ、まあ、まずこのこいつから釣っていくかね。マティスで、まだギリ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 。でもマルスはもう右上にどんどん行かせる感じでいいだろう。 C だね、ちょっとレベル上げたいんだよな。 C だ、なんかなんだろう、どっちかっていうとなんかシーダーをガッて上げて、シーダーをね、ドラゴンナイトにしたいんだよな。うん、ペガサス3姉妹はもうパオラだけで、パオラ、そう、ペガサス3姉妹じゃなくなっちゃったじゃん、もうドラゴンになっちゃったな。これトライアングルアタックマジでできない可能性あるぞ。あ、飛竜の鞭だ、飛竜の鞭。これ絶対伝わんないよ。なんだっけ、あの飛竜の剣っていうゲームがあってね、それあのタイトル画面、タイトル画面でスタートを押すとだったっけな、あのゲーム開始するとね、飛竜の剣って全く伝わんねえなこれ、飛竜の剣って言うんだよね。カダイン魔導軍を指揮してるのはエルデンっていう若者さ。悪いやつじゃないんだけど、ひねくれもんでね。ライバルだったマリカを憎んでるみたいだ。そうだな。あいつを抑えられるのは、ウェンデス祭くらいかな。エルデン、こいつヨーデルだ、これ。エルデンいないね。ウェンデルか。増援で出てくるとかないよな。次のマップだろう、エルレーンっていう、なんか中にいるんじゃないの、神殿の。あ、前出てくるよね、家庭。そっか、魔法6あればそれぐらいしか食らわないんだな。マティス、いやマティス、うわー強っ、一発。マティスどんどん前出させていいね。手あり装備させとけばどんどんやってくれるんでしょ、勝手に。カチカチだし。右上の方はどうしようかね、パオラ置いとけばいいかな。パオラ置いといてなんかやってくれるでしょ。マティスに手を出したことを後悔するがいい。手あり分貴様らを苦しめてやる。勝てー、つえー、これ手やりじゃなくてよかったかもな。ドラゴンナイトをもっと傷つけるためには普通に、うわー熱い。減らしすぎなのよ、ドラゴンナイト相手にさ、いくらパオラだとはいえ。お、星のカプコーン、タプコーン。星のタプコーン、星のコーヒーシリーズどんどん揃っていってますな。結構揃ってるよな。あのカプコンのあの昔のタイトルロゴの言い方がもうタプコン、タプコンにしか聞こえないんだな。これはもうあのわかるっていう人多いと思う。タプコン、今回かなり前出させてる感じだけど、まあ大丈夫だとは思うんだよな。危ない。誰だかがわからない。あ、やべえ、大丈夫か、あの左上は大丈夫か。いや、やっぱこういうことになるよな。あんまりむやみやたらに突っ込ますとやり直しの危険が
出てくるわけだ。危ないよね、危ないよね、行かせないよ。あら、ほら、危ないね。あ、あ、こいつがシーフの杖持ってたのか。後でちょっと中身確認しようね。どういう性能？秘伝の書。秘伝の書は技上がるやつだったかな。いやー、ゴードン、ほんと砂漠適性全然ないな。ほんとに早めにスナイパーにしたいもんだ。いや、これレベル上げにも、いや、この最高度やっぱりすごいよな。レベル上げ、はかどるな。これ、闘技場とかすごいな。すごいぞ、これ。闘技場上げるのめっちゃ楽になるな。カスイムもどんどんレベル上げて、まあ、今上げたい人って、ね。いや、ここにいるメンバーは基本的に全員上げたいよな。サムトもね、どのぐらいの強さを発揮してくれるのか気になるし。うん、いいね。マルス、ギリギリ届かない。シードが順調にレベルが上がってってるな。今力6か。速さ、速っ。あ、ペガサスナイト系はでも速さは相当高くなるもんなんだな。とりあえずマチスは突っ込まして、このウォームの書を持ってるやつらを蹴散らしたいよね。あ、これ次パオラもいけるかな。パオラもし、うん、そうだね。そろそろアカネイア兵来ると思うんだけどな。まだ次ぐらいかな。え、ミネルヴァ王者、どうしてこんなところに。兄がミシェールが助けてくれたのです。そうですか、よかった。ミシェール王子に連れ去られたと聞いて心配していたのです。でも彼があなたを助けるなんて一体何があったのですか。ミシェールはマリアに命を救われたのです。マリアは私と違って優しい子。あのような男でもマリアの優しさには心を打たれたのでしょう。でもそうなることを願ってあなたはわざととどめを刺さなかった。違いますか、ミネルヴァ王女。え、そうかな。僕にはわかる。そう簡単に兄弟の絆が断ち切れるものではありません。ミネルヴァ王女、元気を出してください。マケドニアのことなら心配いりません。信頼できるものを残し再建に努めさせています。あなたにはまたあの時のように一緒に戦ってほしい。ハーディの野望を打ち砕くためにマケドニア とあなたの力を貸してほしいのです。あー、ドラゴンキラー持ってる。星のバルゴ、星のコーヒーシリーズ。あ、もう結構集まってるよな。結構あると思うけど、今いくつだろう。まあ後で確認するか。よし、じゃあてめえを倒すぜ。ちょいや、こいつがまあ21与えてくるけれども、まあ、パオラなら全然耐えると。この超遠距離のね、脅威がなくなれば相当戦いやすくなるよ。どげーよ。あー、そんなにいいもんないな。やっぱ羽はしの鍵高えよな。まあでもいくつか買っとくことも必要かもしんないしな。2個ずつぐらい買っとくか。いやー結構金かかるよな、羽はしの鍵。あ、羽橋な。羽橋がそんなに重要になってくることってない気がするんだな。羽橋1個でいいか。宝の鍵ね。でも宝の鍵も別に、まあ、必要ないっちゃ必要ないけどな。
聖水、聖水ね。まあ、M シールドあるしな。まあ、いいか、とりあえず扉の鍵と、宝の鍵は、3個ずつ買っといて、羽橋はね、いや、羽橋はいらないと思うんだよな、別に。うん。じゃあ、いらない、いらない。傷薬ももうちょっと欲しいけどね。でも、お金が。ここから北にはもうお店はないよ。もし行くなら十分に買っておくんだね。北？今から神殿に入るんだけど。まあでもこれから上にどんどん行くのか。お店ないの？お店ないんだったら傷薬買っといた方がいいんかな。そんな脅しみたいなことしないでよ、おばあちゃん。てかなんか武器屋見てから買えばよかった。隣のあれも。わ、キルソードあるじゃん。なんで買っちゃったんだよ、お前。扉の鍵なんかいらねえよ。あ、ちょ、もう、危ない危ない。買う。あ、ちょっと待って、もう、左側、ちょっと一回見てから買おう。左側のアイテム。扉の鍵なんかいらねえよ。宝の鍵もよ。お、まだ来ないか。神殿を犯す者は何人たりとも許さん。隊長、行かれ、ボルガノン。ボルガノンって炎でしょ。大地の怒りなんか、それは本当に。あ、でも大地が割れることによって溶岩が発生して、その力を利用したボルガノンみたいな。はい、アイテム屋、左側のアイテム屋。うわー、いいね。あ、リライブの杖はあるけど、まあでも第1部に比べてリライブの杖はそんなあれだからな。今マリーシアがね、力9あるから、そこまでこう、めっちゃ欲しいっていう感じではなくなってるけど、このサンダーとブリザーとエルファイアはちょっと欲しいな。あー、どうしようかな。そう、今、マルスが、あれなんじゃないか？輸送隊がさ、銀の斧持ってんじゃない？あるあるある。これを、マルスから奪って、これを売ればそこそこなお金になる。のでキルソードはマストでいくつか買って、キルソードはめちゃくちゃ有用だからな。2、3、4、5、6、白パートも入るとなると結構いると思う。いや、これぐらいかな。あ、銀の剣ある。でも銀の剣よりもやっぱキルソードだな。第1部では銀の剣よりも確実にキルソードの方が使っていた。そんで、まあ、次でいいか。まあ、増援来ることも期待してレベル上げたいしな。ゴードン押せ。増援が、なんかどこに出てくるかによって、ゴードンの位置が危うい。あ、来た。うーわ、何それ。いや、移動早え。これ移動早いのはね、速さの高さの表れだっていう話だからな。しかも全員移動7なんだ。移動7の人たちだ。まあでも、これ砂漠でちょっと移動阻まれると思うから、まあそこだよな。サム2に銀の斧渡して、銀の斧売ってもらってから買う。たけえ。銀の斧ってなんかそんなにこう、なんか飾ったりすんのかね。サンダー、まあ、3つずつぐらいかな。買ってもな。ブリザーも3個買って、エルファイヤー別にそんないらんと思うけど1個買って、リライブはいらんかな。今でも使ってないしね。ライブで間に合ってますって感じだから。こんな感じかな。そんでまあ、ここら辺にいれば、全然問題ないでしょ。ここら辺で、まあ、町さあたりで待ち受けて、おこぼれをみんなで倒していく。そんな感じで。そんな感じで行きましょう。あ？うわぁ、アストリアいるじゃん。マジかよ。あ、ストリア、ここか。説得場所。ああ、ここか。ここか。
ここか？わかんねえな。でもミディアいないんよな。いやでも、いやなんだろう、なんか最低限みたいなこともオープニングで言ってたしね、このショーが始まるときにさ。説得できるとしても今マルスしかいないだろう。いや多分、いや、いやここじゃねえと思うんだな。こんななんかいっぱいいる中で説得させるか、みんなめちゃくちゃ強いしな。いやここなんだかね、多分ね、こ、いやここだとしたら、そのジョルジュの時みたいに九兵には九兵かなみたいな村人がいてもおかしくないと思うんだよ。でも今回そういう人いないじゃん。いなかったじゃん。いなかったじゃん。だから多分ね、違うと思うんだよな。今回は無視でいいだろ、これ。無視だよ。だって、その、まずこの右下のやつがさ、なんか エルレーンが、なんだ、エルレーンの話、エルレーンが話を聞くのはウェンデル司祭だけかな、みたいなことも言ってたし、なんかある時には誰かが助言をくれると思うんだよ。でもアストリアに関しては今全く何もないから、多分今じゃないと思うんだな。ということで、倒しちゃいます。もうなんか増援もう一回来るのかと思いきや来なかったしね。よし。エルレーン、本当に来れてよかったのか。知りませんけども、そんなことは。次のターンで敵が来ることないから。これマルスでなんかいろいろやろうとしちゃうと、ちょっとターンが足りなくなさすぎちゃう、足りなさすぎちゃう。ああ、でもまあこの、なんだ、ユミナをこの城前で待機させて、レスキューの杖でっていう方法もなかないと思うけど、いや、そんなことしなくていいと思うな。今じゃないよ、多分。まだ、その時じゃない。アストリアはまだ説得できる日が来るよ。怖え。だって銀の剣と銀の弓部隊だぜ。こんなん普通にやってる、なんだ、このたまたまマチスがカチカチ、うわ、守備18になってる。あ、これ前もそうか。カチカチになってるからいけるけどさ、そうじゃなかったら無理よ、もう。無理もん。アストリア31も攻撃力あるし。これ無理だ。無理。王子、神殿の中の様子が何かおかしいようです。これ、神殿の中にも攻めてくるとか、ないよな。やりそう。確かに何かが起こっているようだ。行こう、ジェイガン。マリクのことが心配だ。パッ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 パ。第二部10章、魔導士2人。カダインは自由都市である。他の国の支配を受けない独立した都市国家である。最高司祭の下に数名の公司祭があり、彼らの合議によって都市の運営がなされていた。だが先の戦いでは最高司祭ガーネフがドルーアに加担して戦乱に巻き込まれ、大きな被害を受けた。主だった公司祭を全て失ったカダインは、ウェンデル司祭が最高司祭となって再建の道を歩んだ。だがウェンデルはガトーの使命を果たすために旅に出た。そして2人の若者が工事を託されカダインに残った。これ なんて読むのこれ、工事、さっきの合議も合議だってのか分かんなかったし、合ってたわ、合議と工事で合ってたわ。マリクとエルレーン、共に将来を期待された優秀な若者たちであった。エルレーンはなんかね、マリクに嫉妬してみたいなね、そういう感じだったもんね。ああ、初めて見る場所だ。あ、なんであんなところに宝箱あんのこれ。外から回んのかこれ。移動不可なんだけどこれ。どうやって行くんだこれ。まあいいか。それは次にしたいと思いますね。いや、とりあえず、なんだろうな、アストリアはね、無理だったと思うんだよな。どうなんだろうね。ちょっとわかんないわ。あそこで仲間にできたんだとしても、自分の、頭には、その、ね、まあ、マリック、どうだろうね。はい。そんなわけで、なんだ、何章だ。8章、9章か。クリアいたしました。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。よろしければ、他の動画で会いましょう。またね。